さっきから何うなってるのよ。気持ち悪いわね。いや、あの黒板に書いてある字見えねえんだよ。ほら、ノートのここの部分。は？あんた見えないの？結構大きい字で書いてくれてると思うんだけど。いやいや、めっちゃ小さいだろ。学校でも字の小ささで有名な先生だぞ。じゃあほら、ノート貸してあげる。もうサンキュー。あ、なるほど、こんなこと書いてあったのか。なあなあ、ラク。ん？どうしたシュウ？あの光なんだと思う？ほら、グラウンドの校門のあたりでなんか光ってね。ん？確かに、なんだろうなあれ。鍵が落ちてるわね。形から言って自転車の鍵みたいだけど。え、お前あんな遠いとこに落ちてるもんまで見えるのか。え、あんたら見えないの。霧崎さん視力いくつ。確か 10.0 だって言われたけど。 10.0？ え、そんな驚くようなこと。そういえば日本人は目の悪い人が多いって聞いたけど。日本人とかそういう問題じゃねえよ。 10.0 なんて人類としてなかなかいねえぞ。へえ、すっごいな。彼女がそんなに目いいんじゃ、楽はおちおち浮気もできないね。は？ふーん、浮気ねえ。シュウてめえ、変なこと言うんじゃねえ。ごめんごめん。ったく、あいつはどうしてああいうからかい方をするのかね。でもまあそうよね。私たち別に本当の恋人ってわけじゃないし、あんたが何したところで浮気でも何でもないんじゃないのよね。でもいくら目が良くたって見るのはごめんだな。ちとげ。まあ別にいいんじゃない。あんたがやりたいようにやればさ。なんだよ、嫌なことあるならちゃんと言えよ。ん？本当に付き合ってるわけじゃねえけどよ、一応高校3年間はってことになってんだから、嫌だって気持ち閉じ込めちまってたら大変だろ。何言われたってちゃんと受け止めてやるよ。今さらそんなことで崩れるような関係でもねえだろ。何よ、バカもやしのくせに。そういう言い方するか。冗談よ。今はまだ言わないけど、いつか我慢できなくなってドーンと言うかも。ドーンと。いやだから小出しに言えよそういうのは。ダメ、まだ言ってあげない。ここが前にルリちゃんが言ってた社よね。確か尻尾の生えたお化けが願いを叶えてくれるっていう。そんな都合のいい話あるとも思えないけど、願うだけなら別に損もしないし、やってみる価値はあるわよね。お化け様、お願いします。どうか私の願いを叶えてください。私、霧崎千棘はあいつにふさわしいおしとやかな女の子になりたいんです。その願い聞き届けようぞ。お、なんだ急に、どうした。今社で願掛けをしたものがおってな、それを受信して叶えてやったのじゃ。受信って電波かお前は。つうか願いを叶えるって一体どういうことだよ。そんな神様みたいなことできると思っておるのか。こう見えてもわらは線香を目指す身だぞ。人ごときの願いを叶えるなど朝飯前。
むしろその徳を積み重ねることによってやがて千個へと昇華することができるのじゃ。なんだ、一応そういう仕事というか目的があったんだな。てっきり人んちに取り付いてくっちゃねするだけの妖怪だと思ってたぜ。失礼な男じゃな。お主の願いじゃって何度か叶えてやったことがあるのじゃぞ。え、俺の願い？そうじゃ、例えばこの前の南の島のあれとかな。お主、あのブロンドの娘と常夏のビーチで二人っきりで過ごしたいとか言っておったじゃろ。だからわらわが気を利かせて南国の浜辺で二人っきりのスイートタイムをプレゼントしてやったというわけじゃ。あれお前のせいだったのかよ。しかり。たくこの野郎、こっちは遭難して死ぬかと思ったんだぞ。うん、遭難しようがなんだろうが結局二人っきりには違いなかろう。何を怒っておるのじゃ。はあ、そうか、そういうことだったのか。とんだ人騒がせだぜ。で結局今のは誰の願いを受信してどんな願いを叶えたんだ。それは内緒じゃ。あのな、ヒントはお主に近い人間ということかの。何？ま、そのうちわかるじゃろ。しばしのお楽しみじゃ。お楽しみって不安しか覚えねえんだが、こいつ一体誰の願いを叶えやがったんだ。変なことになってなきゃいいけど。こんな朝っぱらから。はい。一条六か、今すぐ身支度をしてビーハイブまで来てくれ。は？その声はつぐみか。なんだよ急に。説明している暇はない。というより電話口での説明は困難だ。ともかく大至急こっちへ来い。いいな。あ、おい、こら、今何時だと。切っちまいやがった。なんなんだ一体。うわー眠い。なんだってんだよもう。来たな一条楽。ああおはよう。挨拶はいい、ともかく中に入ってくれ。少し困った事態になっているのだ。どうした？深刻そうな顔して。困った事態ってなんだ。それは口で説明するよりも実際見てもらった方が早いだろう。ビーハイブ中の人間が困惑しているんだ。もちろん私もどうしていいかまるでわからない。お前がそこまで言うなんて相当な事件なんだな。ああ、とにかくお嬢の部屋に入ってくれないか。貴様だってあれを見れば腰を抜かすだろうよ。だからあんたは一体誰なの。なんで私の部屋にいるのよ。なんでとおっしゃられましても、ここは私霧崎千棘の部屋ですし。そういうあなたこそ一体どなたですか。どうして私のベッドで一緒に寝てたんです。それはこっちのセリフよ。なんなのよもう、わけわかんない。千棘は私だって言ってるでしょ。いいえ、私がチトゲです。なんだこの状況。見ての通りだ。どういうわけかはさっぱりわからんが、今朝起きたらお嬢が二人に増えていた。声も見かけも全く同じ。どちらが本物かすらまるでわからんのだ。ほんと見れば見るほどそっくりだな。まるで鏡を見てるみてえだ。頭が痛くてかなわん。ともかく私はクロード様らと対応を協議してくる。貴様はここでお嬢の相手をしていてくれないか。おう。あ、ラクさん、おはようございます。ねえラク、ラクなら私が本物だってわかるでしょ。
そうですね。きっとわかるはずですよ。なんといっても私たちは恋人同士ですもんね。ね、ラクさん。いや、ラクさんってそんな丁寧な言葉遣いするような玉じゃねえだろ、チトゲは。だからどっちがチトゲとして違和感ねえかっつったら、やっぱこっちの無遠慮な方のチトゲじゃねえのか。無遠慮って、まあ間違いじゃないけどさ。ともかくちょっと言い方は引っかかるけど、ラクの言う通りよ。これでわかった？偽物さん。そんな、偽物だなんてひどいです。ねえラクさん、よく見てください。私が本物の桐崎千棘ですよね。何よ偽物、この後に及んでラクに泣きつく気？泣きつくだなんて、そんなつもりは。私の名を名乗ってどういうつもり？何が目的なの？だから目的なんてございません。本当に本当に私は桐崎千棘なんです。朝起きたら同じ顔の子が隣に寝ていて、しかもその子も自分を千棘だと言うなんて、まるで私が二人に増えたみたいで、こっちだってびっくりしているんですから。この偽物め、イケシャーシャーと。なあ、ちょっと待て千棘、この子嘘をついてるわけじゃねえと思うぞ。何よ、この子のことかばうの？まさか私が二人に増えたとか真に受けてるんじゃないでしょうね。いや、ちょっと心当たりがあってな。こういう常識外れでデタラメな状況を引き起こしそうな厄介で非常識なやつ。もも、厄介で非常識とはご挨拶じゃの。あ、何この子、いつからここにいたの？ずっとおったよ。あ、わらわはこう見えて霊剣あらたかなお稲荷様じゃ。姿を消すも現れるもお茶の子さいさいじゃて。あらまあ、お稲荷様なんですか。言われてみれば尻尾もお耳もとても可愛らしいですね。ふむ、さすがはわらわの力で生み出した理想の女子、礼節もわきまえておるようじゃな。理想の女子？力で生み出した？やっぱりお前の仕業か。ふむ、この娘がわらわの社に願掛けに来たのでな、願いを叶えてやったのじゃ。え、願いって、そんな嘘。安心せい、願いの内容は他言せぬよ。わらはプライバシーにはちゃんと配慮するお稲荷様じゃから。はあ、お稲荷様ね。お化けじゃなかったんだ。はあ、では私たちが二人いるのは昨日の願掛けが原因なのですか？そうじゃよ。じゃあちとげ、お前の願掛けって自分をもう一人増やしてほしいってことか？一体なんでまたそんな変なことを。違うわよ、別に私そんなこと願ってないわ。おしとやかな女の子になりたいって、それだけのお願いだったはずなんですけどね。な、こらバラさないでよ。でもそれを知ってるってことは本当にあんたも私ってことよね。ちょっとお稲荷様、おかしいじゃない。なんでこんなことになってんのよ。え、いや、合ってるじゃろ。望み通りおしとやかなお主をもう一人増やしてやったんじゃから。そういうことじゃないわよ。この私がおしとやかになりたいって願ったの。増やしてどうするのよ。増やして、ももつまり願いを誤解したわけか、バカギツネ。バカギツネとはなんじゃ。だってこの間の遭難まがいの事件もお前が変にこっちの意図を曲解したのが原因だろ。え、あれもこの子のせいだったの？もう、わらわは悪くないのじゃ。ちゃんと願いを叶えようとしたのじゃ。だいたい、せっかく願いを叶え
てやったというのに礼の一つもないとはなんじゃ。最近の人間はなっとらん。いえいえ、お気持ちは嬉しいんですよ。お稲荷様、ちゃんと感謝しています。だから怒らないでくださいね。よしよし。まう、頭を撫でられると弱いの。こっちのちとげはお玉の扱いうまいな。やれやれね。でもなんとなく事情はつかめたわ。まさか本当に願いが叶っちゃうなんてびっくりだわ。つまり私は願いで生み出された存在ということなのですね。ごめんなさい、ちとげさん。やっぱり私が偽物だったみたいです。先ほどは失礼なことを言ってしまって申し訳ありませんでした。まあ事情が事情だししょうがないよね。私も変に責めるようなこと言っちゃってごめん。いえ、いいんです。急に自分と同じ顔の人間が現れたら取り乱しても仕方ないですしね。あ、そうだよね。お互いびっくりしたよね。なんつうかシュールな光景だな。でもあんた話してみれば結構いい子なのね。偽物にしとくには惜しい人材だわ。そんな、恐縮です。ところで、お稲荷様。なんじゃ？この状況はどうすれば元に戻せるんです？お願いのキャンセルとかできるんですか？お主、それは自ら消えたいということかの？まあ、確かに消えてしまうというのは少し怖いものはありますが、このまま私がいては本物のちとげさんに迷惑をかけてしまいますから。自分のことより私のことを気にかけてくれるなんて。やっぱこの子いい子だ。じゃが残念ながら願掛けの取り消しは無理だの。わらはこう見えて修行中の身じゃから。え、じゃあどうするんだ。この先ずっとちとげは二人に増えたままなのか。案ずることはない。時間が経てばまた一人に戻るじゃろ。わらわの神通力も無限ではないからの。時間が経てばってどのくらいだよ。さあ、1日か1週間か、もしかしたら1年くらいかも。いい加減なキツネめ。まあいいわ、時間が解決してくれるっていうならそれはそれで。でも消えるまでの間私はどう振る舞えばよいでしょう。だよな、ちとげが二人いたんじゃ周りは混乱するだろうし。しょうがない、あの手を使ってみるか。あの手？へえ、この子がちとげちゃんの双子の妹なの？すごい、そっくり。なんでも海外で暮らしてたけど急にこっちに来ることになったとか。ええ、そうなんですよ。母の仕事の都合で。日本の生活で困ったことがあったら何でも言って。ちなみに私は宮本瑠璃よ。あなたの名前は？そうだ、名前、この子の名前はなんだっけ。楽、俺に聞くなよ。つうか考えてなかったのかこいつ。霧崎水戸家と申します。皆様どうかよろしくお願いしますね。水戸家さんですか。お姉様とは違って随分上品な方なのですわね。同じ顔なのにどうしてこうも差がついたのか。さしずめ、綺麗な霧崎さんといったところですわね。ちょっとマリカ、何よそれ。まるで私が綺麗じゃないみたいじゃない。あら、申し訳ありません、汚い霧崎さん。おいこら、あんたね。まあまあ、ちと、姉さん落ち着いてください。マリカさんもどうか姉ともども
仲良くしてくださいね。はあ、わかりました。なぜでしょう、この方とお話ししているとなんだか毒気を抜かれてしまいますわ。そりゃまあ本物の真逆だからな。いやー、またしても我がクラスの美女偏差値が上がっちゃったね。みとげちゃん、俺は舞妓衆、よろしくね。はい、存じております。え、ふつつかものですが、皆さんよろしくお願いしますね。とりあえず心配なさそうだな。あいつ人当たり良さそうだし、すぐにみんなに馴染めるんじゃねえか。うん、そうね、人当たり良さそうか。